突然ですが、あなたのちっちゃな夢は何ですか？嵐やらあんなイケメンに会いたい。飛行機を怖くなく、なんか楽しく乗りたい。誰しも持っているちっちゃな夢。その夢をヨカバンができる範囲で叶えます。題して、ちっちゃな夢を叶える。以前、視聴者の夢を UMK アプリで募集した結果、なんと364件もの応募が。今回はその中から個性的な夢を持つ人たちに会いに行ってきました。まずは高校生から届いたこんな夢。道の角とかでイケメンとぶつかることです。ドラマとか漫画とかのこう中にありそうな話で、そういうのやってみたいなっていう。少女漫画とかドラマでも角にぶつかったりってあるの？ない、最近全然ないけど、結構昔にあったのをしてみたいな。少女漫画のような青春を体験したいという井上さん、一体どんな人がタイプなのか、ヨカバン男性陣で聞いてみると。六花さんです。優しそうな雰囲気とか、体もがっすりしててかっこいいです。タイプ？タイプです。じゃあぶつかるんだったら六花さんがいい。六花さんかな。藤崎さんの方がなんかまだ若いから。続いて増留さんの夢は。ここを1年前に買って、ちょっとお庭が古臭いんで、じゃあ子供たちもいるので綺麗にして、後々は公園を作りたいなと思ってます。庭の中にはどうしても気になるポイントが。まあ一番は、はい、あのアーチみたいな木で、あとはもうこの石もどうにかしたいっていうのと、この大きいやつ、虫が嫌です。去年から少しずつ庭の手入れをしている増留さん。しかし4人の子供たちの育児に追われ、作業が全く進まないそうです。あ、いた。ヨカバンの皆さん、よろしくお願いします。そして中にはこんな投稿も。ヨカバンです。どうも。はじめまして。家を買ったけど表札のない、はい、清武さんでよろしいですか？はい、はい、そうです。なかなかないですよね、こういう応募ですね。あ、ですか。はい。表札を作りたいという夢を持つ清武さん一家、一体いつから表札がないんでしょうか？去年の12月に一応購入して、それから、うん、はい、住まわせて住んでます。去年の12月から表札がついてないんですか？ですもう引っ越した当初からついてなくてです。多分郵便屋さんとかここかなっていう感じで多分迷われてきたんじゃないかなと。まあただでさえね、狭い入り口なので。で、何かイメージされてらっしゃるのが、ガラスの表札を。ガラス。ぜひぜひ作っていただけたらなと。最後はある人の大ファンという海老原さんのこんな夢。私、あの新日本プロレスの重心サンダーライガー選手が大好きで、ツーショットを撮りたいっていう夢がまだ叶えられてなくって、それが欲しいって思ってます。重心サンダーライガー。36年間第一線で活躍し、今年1月に引退した伝説のプロレスラーです。その魅力を聞いてみると。ライガー選手の技で小手って言って、なんかこうビンタみたいな感じで顎にこうビンタみたいに食らわせる技があるんですね。ですごいちょっと地味な感じの技に見えるんですけど、ジュニアの選手なのに大きい選手とかをそれでのけぞらして飛ばしちゃうぐらいすごいんですよ。だからそれを見た時に、こんなちっちゃい選手でもそんなことができる。実は海老原さん、
現役最後の雄姿を一目見ようと東京ドームで行われた引退試合に行っていました。ライガー選手が試合を終わって花道を帰るんですね。だたまたま私の席の近くの花道を通ったんです。でその時に私手作りのボードを持って行ってまして、もう何としてでも気づいてほしくて一生懸命ライガーって叫んでボードを掲げたんですよ花道で。たら気づいてくれて止まってくれたんですよ。ついに念願のツーショット写真を撮影するチャンスが。しかし自分のボードで顔が隠れちゃったんですよでももうこうやって肩を組んでボードに、見てください、ライガーの手なんですよこれ。私の作ったボードに手が、わかりますかこの、わかりますかこの感じこのなんファンで5、6台のカメラマンと映像班1台ぐらいがついてきてたんですけど。じゃあ海老原さんの予想では、うん、あんだけいたから絶対あるだろうと、誰か思ってくれてるんじゃないかと、うまいこと見つけれたらいいなって思ってます。そして次回この中から叶える夢は、表札をつけてほしいってことで。おお、せっかくなので、はい、思いを込めて作りましょうか、はい、いいんですかいいですかいいんですか、はい。超一流のガラス造形家全面協力のもと、世界に一つだけの表札作りがスタート。家族のためにお父さん頑張って。一体どんな表札が完成するのか。こちらです。すごい綺麗